どうもトラジローです、今回は総動仮面ライダーギーツ ID6 のジャマトライダー、これを仕上げていきます。まずはボディの回収が終わった状態ですね。今まで作ったエントリーとほぼ同じなのでちょっと省略してます。肘の内側プラ板とパテで埋めて、腰のジョイントはボールジョイントに交換してます。こんな感じで動きます。で、足回りですね、瞬間カラーパテで合わせ目を埋めて、ふくらはぎと足の裏もパテで埋めてます。その他はトゲをとにかくシャープにしていきますね。まずは肩のトゲですね。先端丸っこいのでニッパーで斜めにカットしちゃいます。はい、こんな感じで、これだけでもだいぶシャープになりますね。さらにやすっていってこんな感じに仕上げてます。次に首周りのトゲですね。これも先端が丸っこいのと横の部分に至ってはもはやトゲではなくなってるので、ここも作り変えていきます。まずは胸アーマーとこの首の周りのパーツですね、ノコギリで切り分けます。背中も同じように切り分けてますね。で、ニッパーでトゲをカットしていきます。はい、こんな感じで全部切っちゃいますね。背中も同じようにカットしてやすって整えてますね。で、前後くっつけてます。トゲを取り付ける穴をドリルで開けていきます。2ミリのドリルでぐるっと一周開けてますね。全部で14箇所ですね。で、2ミリのプラ棒を使ってトゲを作っていきます。ライターで炙って伸ばして、伸ばしプラ棒を作りますね。で、余分な部分をカットして先端も少しやすって、こんな感じでトゲを作っていきます。はい、こんな感じで取り付けられるようにしてますね。で、これをまた14本作ってますね。で、肩アーマーのジョイント部分はプラ棒で埋めてますね。スプリング接続にするためにジョイントは埋めてます。で、ドリルでスプリング用の穴を開けてますね。で、背中のアーマーにもスプリングを取り付ける用の穴を開けてますね。で、ベルトですね、コア ID を付け替え式にするのでコア ID の部分穴を開けてます。コア ID はプラ棒とプラパイプで作成してます。マスクパーツですね、この角のようなツタのようなパーツもシャープにしていきます。まずはノコギリでブラッカーに切り込みを入れていきます。まあ、こんな感じで切り込みに向かってニッパーでカット、他の角もこんな感じで同じようにカットしてますね。で、あとはヤスリで磨いて滑らかにしていきます。はい、こんな感じですね。で、頭のてっぺんの穴ですね、ここは3ミリのプラ棒を差し込んでカットして、で、隙間を瞬間接着剤で埋めてやすって整えてますね。左目の部分ですね、ここも作り替えていきます。まずはドリルでざっくりと穴を開けていきますね。貫通しない程度にこんな感じで開けていきます。で、平たい彫刻刀でこんな感じで彫り込んでますね。で、パテを盛る前にリップクリームを塗っておきます。で、エポキシパテを盛り付けて複眼パーツを作っていきますね。はい、こんな感じですね。で、複眼のモールドは100円ショップのお茶こしの網ですね、これをグッと押し付けてこんな感じの模様をつけてますね。で、パテが固まったら一旦取り外します。その塗り分けしやすいように外しておきますね。黒い部分と下地を兼ねてブラックサーフェイサーを拭いてます。で、胸とマスクの茶色い部分はメタルブラウン、
メタルブラッディレッドとメタルイエローを混ぜた色です。腰回りと、アーマーのガンメタっぽい部分はメタルブラックとホワイトシルバーを混ぜたメタルグレーで、腰のベルトのバンド部分は、ホワイトシルバーですね。で、ツタなどの緑の部分はメタルグリーンで塗ってます。で、メタルバイオレットでグラデーションになるように紫の部分を塗ってますね。複眼パーツは明るめのグリーンですね、メタルイエローグリーンで塗って、その上にクリア UV レジンをポッティングしてます。マスクパーツの細かい塗り分けですね、エナメル塗料のブラックと溶剤を使って拭き取りで塗り分けていきます。はい、こんな感じでざっくり塗ってからエナメル塗料の溶剤を含ませた綿棒で拭き取って、こんな感じですね。その他の部分は、筆塗りで塗り分けてますね。こんな感じです。胸アーマーの真ん中の模様ですね、ここも筆塗りで塗っていきます。エナメル塗料のゴールドリーフをこんな感じで塗ってますね。で、左胸の黒い模様も同じようにエナメルのブラックで塗ってます。ベルトも筆塗りですね、こんな感じで塗ってます。で、コア ID は側面をサンディーブラウンで塗ってから、付属のシールを切り出してこんな感じで貼ってます。複眼のひび割れですね、ニードルで彫っていきます。で、彫ってみたんですがあまりわからなかったですね。で、首周りのパーツですね、トゲを取り付けてこんな感じですね。で、最後光沢でトップコートしてます。まずは肩アーマーですね、 1mm のスプリングで背中のアーマーに取り付けていきます。はい、こんな感じで差し込んで両方とも取り付けますね。こんな感じで動きます。で、上半身ですね、背中のアーマーと胸のアーマーを取り付けて、この首周りのトゲは接着して取り付けますね。はい、こんな感じでくっつけてます。で、その他のパーツも組み立てていきます。両足とベルトはコア ID も取り付けてますね。で、上半身、両腕取り付けて、頭を取り付ければ、はい、ジャマトライダー完成です。では完成したものを見ていきます。今回ジャマトライダーですね、仕上げました。全体的にトゲトゲしいデザインなので、トゲの先端をシャープにしてさらにトゲトゲしくなるように仕上げてますね。で、顔周りですね、左目の複眼部分作り替えてますね。ひびのディティールも入れたんですけど、ほとんどわからないですね。で、角も裏側削ってシャープにしてます。で、首周りのトゲですね、これはプラ棒で全部作り直してますね。より迫力ある感じになったかなと思います。で、肩のトゲはそのままやすってシャープにして、グラデーションになるように塗装してます。胸の模様は筆塗りですね。で、ベルトですね、ベルトも筆塗りで塗って、真ん中のコア ID は作り直して付け替え式にしてますね。背中側はこんな感じで、足回りですね、左足のツタのようなものも先端シャープにしてますね。こんな感じです。では、ちょっと動かして斜め45度の角度から、結構イケメンですよね。右手を伸ばすポーズですね。一応ライダーなのでライダーキックのポーズですね。かなりかっこよく決まってるかなと思います。はい、こんな感じですね。好
きなキャラクターなので気合い入れて作ってみました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。